皆さんこんにちは。今日は秋田県能代市に来ました。今日はどんな秋田犬に会えるのか楽しみです。それでは行ってみましょう。こっちから、え、見て、はい、なんと、はい、来た。これね、持つときね、はい、左手でこうやってこの右手でこうお尻のとこを押さえてあげて、はい、右手こう前足持ってして、こう体にこうつけると楽しくなるから、はい、ふふ、分かる、はい、いい、あの犬に負けないでやってみて、はい、犬ね、分かるんだよ、この人下手だなって。右手でちゃんとお尻を押さえて、右手でお尻を押さえてギュッギュッと押さえないと迷いちゃう。この人上手だなとか下手だなって分かるのがいいよ。それでだいたい、そうだな、4キロから5キロくらい、4キロから5キロかな。結構ずっしりくるでしょ。うん、結構重い。あったかくて、うん、これはすごい人懐っこいの。へえ。顔近づけてみな。ぎこちない。重い。重いです、結構。ほら、こっち見て。ほら、おいで、おいで、ほら、うん、動かない、こういうふうに、はい、はい、でもこう顔近づければ、あ、見てくれるんだ。おいって、おい、声かけてあげて。声かけ、ぎこちないの。なんか下手っぴも。あの、こうほら包むようにお尻こう抱くでしょ、はい、こういうふうにほら、でこう後ろの足ほら持つのよ。あ、はい、手のひらでお尻を押さえて、こっちの足で足、後ろの足持って、前足持って、こういうふうに体にこうつけるの、こう。はい。そうするとほら、犬も動かなくな。な、はい。ん？はい。どう？はい。ん？ほら。ほら。ん？ほら。ちょっと指出してみて。お口に。ほら、舐めてあげない？ん？ほら。舐めてあげな。やめない、やめない。遊んでて、今すぐほらじゃれて靴の紐に行くよ。今、うん、靴の紐ほどけるからね。はい、キャー、かわいいね。すごいフレンドリーでしょ。はい、そうじゃないと性格が悪いの。引っ込み思案だとダメなのね、うん、これからね。ちょっと乗せてるとあんまり動かないよ。犬に遊んでもらってるの。